今米国株って投資信託も含めて絶不調ですが、去年までと今年からと流れが変わるんでしょうか。それとも長い目で見れば単なる押し目だったということになるんでしょうか。はい、こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは定年退職後のお金事情やその暮らし方について私の体験をもとにお話ししているチャンネルです。今日はその中で60代の投資2年間の結果について公開していこうと思います。私の動画でも暴落した時または利益が出た時などトピック的に投資については話題にしてきましたが、少し長い目で見た結果どうなっているのか、まあ、そのあたり知りたくないですか？知りたいですよね。ということで紹介していきたいと思います。まあ、自分は高齢者だが、絶好調と言われる SP500 に関心があるなとか、今話題のレバナスの世界をちょっと体験してみたいなとか、でも本当に儲かってるの？損はしたくないんだけど、という方たちの興味関心に答える内容になっていると思います。では、内容に入る前に簡単な自己紹介をさせていただきますね。私は67歳。投資をするにはかなり遅い年齢だということは自覚していますが、初めての投資というわけではありません。今までに単発で何回か投資をし、最大80万円ほどの損失を2、3回被っています。主たる収入は年金で、臨時職員として働いていますので、わずかばかりですが、給料もあります。このうち年金は日々の生活費に充てていますので、給料と預貯金からの取り崩しが現在の投資資金となっています。ただ、給料はともかく、預貯金の方は老後資金として蓄えてきたお金なので、大きな失敗は許されません。どこまでを失敗の許容範囲とするかということなんですけれども、私はマイナス80万円までと考えています。これはマイナス80万円までは過去に経験しているので、まあここまでならなんとかメンタルが耐えられるかなと思っているところです。もちろん20万下落した、60万下落したという段階で十分弱気になっていますけどね。まあ80万までは耐えてみようかなと思っているわけです。という状況の中で2年ほど前から投資を始めましたので2年間の比較をしながらその結果を公表していこうと思います。表をご覧ください。はい、これが2020年と2021年の私の投資の結果になっています。入金額、月別と1年間の合計、それから資産の推移、それから利益、月別になっています。では、次、それぞれについて詳しく見ていきましょう。はい、これは月別の入金額の合計になっています。1月、20年の1月は1万、2月は1万、3月は103万5千というように入れていって、20年は237万3千円の入金をしました。で、同様に21年はですね、まあ、ちょっと21年は月ごとにいろいろバラバラなんですけども、考えるところがあってバラバラしました。その考えるところについてはまた、動画で出していますので、もしよければご覧ください。390万664円入金しました。ということです。それをグラフに表すと次のようになっています。ブルーが2020年、オレンジのグラフが昨年の2021年になります。ここと、ここはですね、アメリカの株がガクンと下がった
月だったので、100万と入れてみました。はい、これは、資産の月ごとの推移になってますね。まあ、20年は15,441円であった資産が、ずーっと1年過ぎまして、20年の1年間やった12月は281,5990円になっていたということです。そして21年はですね、21年だけの資産の積み上げではなくて、ちょっとそのようなグラフがなかったので、申し訳ないんですが、21年のこの欄はですね、20年と21年に積み上げた資産の合算になってます。なので、20年の12月の資産は281,5990円でしたが、21年は入金もしたし、株が上がって利益も出たしということで、306,3594円からスタートしています。で、そこから1年間経って12月は855,6118円になりましたという表ですね。それをグラフに表すと次のようになってます。はい、これが2年間の資産の変化になります。ブルーの方が20年の変化です。オレンジの方が21年の変化です。ここのところはですね、1月、2月と、ブルーのラインがないんですが、数が小さすぎて出てきません。表の方で確認してください。はい、これはですね、その月の利益を表した表です。20年の1月は224円。2月はマイナスの2092年。3月大きく落ちてますね。マイナス118,299円。というふうにしていって、トータルでは年間で437,773円利益が出ましたということです。21年は1月の最初に193,272円と好調なスタートを切りましたが、2月にマイナス15,218円とマイナスを出して、まあ以後このようになっていきましたね。そして21年の1年間の結果は183,9464円の利益が出ましたという表です。それをグラフに表すとこのようになります。はい、これは利益の月別の変化を表したグラフになっています。ブルーが2020年、それからオレンジのラインの方が2021年になってます。ここがゼロのラインですので、まあほとんど利益は出てますが、そうは言ってもマイナス、ここも多分マイナスが出てる。そういう月もありますね。でもちょっとこれではわからないので、じゃあ月々どのくらい平均すると利益が出たのか、それを中央値で見るとどうなのかというのを見ていきたいと思います。はい、これはですね、2020年と2021年の利益の中央値と平均値、中央値と平均値を取ったものです。中央値というのはですね、低い順に全部12ヶ月分を並べて真ん中に位置するものです。まあ偶数月なのでこことここ2つありますね。で、平均値は全部足して12で割ったものがここになります。ここも同じです。ここの黄色い部分同じです。20年の中央値は14,724円と44,360円の両方が出てますので、まあ平均値と比べると44,360円の方が近いですかね。まあ月々こんな利益が出ましたということです。同様に2021年の中央値はですね、132,826円か147,355円の間ということになりますよね。平均値が153,288円ですので、まあ、147,355円の方が実態に近いですかね。はい。これが利益。
月々の利益になっています。はい。2年間の合計を見てみると、資金投入額は6,273,664円でした。資産合計は8,556,118円になりました。なので、利益は2,282,454円ということになりました。ちょっと表の方の数値と若干違っていますが、表の方の総資産合計は2019年の分も入っていますので、その点ご了承ください。ただ、2019年は11月から始めていますので、誤差の範囲ということでご理解ください。ということで、ご覧いただいた皆さん、いかがですか ?2 年間で200万円超えの利益が出ています。月別に見ると大きくマイナスになっているところもありますが、2年間のトータルで見ると、しっかり右肩上がりで上がってきていることがわかりますよね。銀行に預けておけば、利息は大手銀行で 0.001% ですかね。ネット銀行の利率を見ても、大手銀行の200倍の利率を誇る青空ネットバンキングにおいても 0.2% です。まあ、ちなみに楽天銀行は 0.1% でさらに解約されるようですけれどもね。まあ、これを見ると投資ですので皆さんに勧めるというわけにはいきませんが、ちょっと踏み出してみようかなと興味を持っておられる方にとっては、まあ、役に立つ資料になるんじゃないかなと思っています。ただし、今年に入って SP500、ナスダック100、全米株式インデックスファンド、どれも爆下げですので、そのところを考える必要ありますよね。いやー、投資に手を出さなくてよかった、と思うのか、今がチャンスでしょ、とりあえず買わなきゃ、と思うのか、いや、今年はもう少し下がるので、そこまでは資金温存だ、と思うのか、判断が難しいところですよね。で、私は判断が難しい時には両面作戦でいきます。レバナスはこの下落局面で100万円スポット買いをしました。もう一つはこの1月の下落の中で下がった時期を選んで1万積み立てで投資してみます。それとは別に積み立てNISAは限度枠内で積み立て継続をしていきます。こんな感じで年初スタートしましたがどうでしょうか。またこの検証結果をお伝えしていきますので、関心のある方は一緒に推移を見守っていってください。はい、では最後まで見ていただいた方ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。 See you! バイバイ。